JR 中央線武蔵小金井駅南口伊東洋華堂3階のメガネの前田でございます。こんにちは、メガネの前田の前田でございます。今日はブルガリのフレームをかけております。しっかりとした、タイプなんですが、だいぶ前に作ったタイプです。ブルガリのロゴが、サイドに入っているのがわかると思います。さて、今回は、認定眼教師制度についてご紹介したいと思います。こちらが、認定眼教師の、普及促進のための、宣伝、ポスターになります。眼教専門店を中心にした日本眼教技術者協会では、認定眼教師制度を普及させようと今大変頑張っております。認定眼教師についてご紹介したいと思います。こちらが認定眼教師についてのリーフレットになります。大部分の方がご存じないと思いますが、日本には、眼教師の公的資格がございません。それに比べて海外では、公的資格制度を持つ国がたくさんございます。アメリカや韓国などたくさんの国が公的資格があります。そのため、日本では、メガネを作る人の技術レベルが分かりにくいのが現状になっております。そのためにメガネのスペシャリスト認定眼教師を、登録し、その普及に努めているのが日本眼教技術者協会、メガネのプロの集まりでございます。メガネを作る人には国家資格が必要かという問いに対しては 82% の方が必要だと、答えていただいております。それにもかかわらず、国家資格が日本には存在いたしません。それに、とりあえず変わる制度として認定眼教師制度というものを促進いたしております。とにかくメガネを作る際には、日本眼教技術者協会認定の、眼教師がいる専門店で、メガネのプロのいる専門店で、お作りいただきたいと思います。メガネの前田も、認定眼教師がおります。ぜひよろしくお願いいたします。